やってまいりました。第7回ホームランの道の狙い撃ち。さあ今回は江坂にありますバルギンタワーさんにお邪魔してます。いやー、今まで6戦ありまして、今のところ2勝4敗と負けられない戦いとなってまいりました。今日こそしっかりとホームランかっ飛ばせるように頑張ります。それでは行ってきます。はい、というわけで今回チャレンジしますのがこちら、 AKB48 さんのバラの儀式です。いやー、アイドルの大先輩 AKB さんで、今回はしっかりとホームランかっ飛ばそうと思います。頑張るぞYou're the one.
奮していくと保留の色が変わっていきます。今変われるって緑で推しが黄色っていうところがちょっと危ないけど、そして歌詞が通常色ちょっと弱いんだけどね。さあより盛り上がってくればチャンスです。これ緑だったしね、もうちょっと頑張ろう。君とひと夏の予約席、はい、本気でへこんでしまうな。お疲れ様でした。ナンパク3回残念でした。勝てんかった。はい、というわけで終了。いや今回は AKB48 さんバラの儀式でまさかまさかの単発3回、いや結構
構いい感じの当たりだったんですが、伸びなかったといったところでしょうか。いや、まさか単発3回とは思ってなかったので、すごく悔しいです。でも皆さんにいろんな当たり方がお見せできたので、まあ、よかったかなと。まあ、でも紙面上はどうか分かりません。皆さん動画をちゃんとチェックしていただければと思います。というわけで、ただいまのところの結果、2勝5敗やばいね。ルパンとあと海、沖海だけか。ちょっと今まで前回の前々回のジャグラーと前回の海と今回の AKB、 もう全部惜しいところまで来てるので、ちょっとそろそろどでかいホームランを打たなきゃいけないんじゃないかなと、プレッシャーも感じつつ気合も高まってまいりましたんで、ぜひ皆さん引き続き応援よろしくお願いします。はい、そしてここでホームランの道の狙い撃ちをご覧くださっている皆さんにお知らせがあります。じゃん。はい、私ホームランの道、11月の1日に新宿のタワーレコードさんでインストアイベントが決定しました。パチパチ。こちらですね、初のインストアイベントということで、新宿のタワーレコードさんで歌わせていただきまして、さらには73のマキシシングルをご購入くださった方には参加していただける大抽選会もご用意してます。ぜひぜひインストアイベントに遊びに来てください。よろしくお願いします。さらにここで重大発表。じゃあ、私ホームランの道、5ヶ月連続新曲リリースが決定いたしました。イエーイ。というわけで、12月より毎月ゾロ目の日にリリースとなっています。なので12月12、1月1日元旦からリリースします。で、2月2日、3月3日、4月4日と5ヶ月連続でめでたい日にリリースすることが決定しております。こちらは12月12日に配信予定となっておりますが、詳しくは私ホームランの道のオフィシャルブログ、さらにはオフィシャルホームページをぜひチェックしてください。皆さん応援よろしくお願いします。はい、というわけでやってまいりました、モノマネコーナー。パチパチ。さあ、前回の正解発表は、前回は兄貴金本智明選手でした。皆さん分かったかな。さて、今週は一体誰のモノマネをするんでしょう。ぜひ皆さん当ててください。